ハローペコー。今日はですね、群馬県太田市清原町にある貞右衛門さんにやってきました。国道50号沿いにあるお店なんですけども、いつも駐車場が満タンで大人気店のお店です。楽しみです。それでは中へ。店内はテーブル席が多数あります。卓上はシンプルです。それではメニューを見ていきましょう。貞右衛門さんの定休日は日曜日なんですよね。平日限定にはなってしまうんですけども、テイクアウトも充実しています。かなりコスパいいです。冷たい麺類もメニューは豊富ですよ。メニューを見てみると、蕎麦よりうどん推しな感じですね。ひもかわもあります。温かい麺類の方にも、冷たいうどんと同様に、うどんやひもかわうどんが豊富にありますね。蕎麦が好きな方は、蕎麦のメニューもあります。やってきました。俺の好きなゾーンです。ご飯とのセットメニュー。カキフライやエビフライ、ミックスフライや上天丼のセットなんかもあります。うどんやそばと一緒につける天ぷらの単品や天ぷら盛り合わせ、飲み物やデザートも豊富にありますよ。相方はこちら。ひもかわ鍋、エビ天入り1030円です。大きいエビが一つ乗っています。それではスープはどうかな。油感を全く感じない透き通ったスープです。これはうまげ。スープなんですけども、あっさりしつつ出汁が効いてて温まりますね。野菜の甘みもたくさん溶け込んでいて、とても美味しい汁です。鍋焼きうどんには普通のうどんとひもかわが選ぶことができるんですが、今回はひもかわうどんにしています。すごいひもかわですね。うどんの麺は結構不揃いな感じで、ゴン太のひもかわですよ。太田といえばひもかわうどんですよね。そういうことだ。食べた感じもっちもちですね。あっち。普通のうどんもいいですけど、ひもかわになると全然食感違いますね。鍋焼きうどんも提供時はグツグツして出てきますので激アツですよ。ひもかわ鍋の具材なんですけども、ネギや春菊、かまぼこなどが入っていまして、野菜が豊富のうどんです。椎茸からもいい出汁が出てます。優しい煮込み系のうどんが好きな方にはおすすめです。そしてこのエビ、かなり大きいですよね。かまぼこも入ってまして、卵も入ってました。これの黄身の具合がちょうどいい。私はもちろんこちら、上天丼セット1050円です。大きいエビが2つとかき揚げが入って1050円ですよ。こちらのセットは天丼が1人前、うどんがミニという感じですね。かき揚げでかい。かき揚げには人参、ネギ、玉ねぎのかき揚げです。かなり大ぶりです。天丼のタレって美味しいですよね。これ米進む。その米にはタレご飯ですよ。かき揚げは野菜が具だくさんで、野菜のいろんな味がしてきますね。かき揚げのネギはいい仕事しますね。めちゃくちゃ美味しいです。こんな感じでかなりのボリューム。それでは大好きなエビですよ。でっけー。天丼には普通の天丼と上天丼、特上天丼とありまして、乗ってる具材が変わってきます。俺は今回上天丼にしてますので、大きいエビが2個とかき揚げが1つです。エビがプリプリ、衣に絡む甘だれが、これ最高です。ご飯の量も結構ありますので腹パンになれますよ。これが1050円で食べられるとは、コスパが最高です。エビの尻尾までバリ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 。エビの中はこんな感じです。その上天丼と合わせるのが冷たいうどん、温かいうどんに変更も可能です。セットのうどんは普通のうどんですね。うどんの具材はとてもシンプルで、かまぼことネギとわかめでした。このうどんもうまげだな。コシがあるうどんというよりはもっちりとしたうどんですね。こんな寒い時期でも私は冷たいうどんに行っちゃうんですよね。今回はセットにしてますので、ミニうどんなんですけども、量がちょうどいいですね。
このもちもち食感がサダエモンさんうどん推しなのわかる。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。今回ね、そばはうどん屋さんってことだったんですけど、うどんの方がなんかうどんって感じだったんでね、うどん注文させていただいて、私は冷たいうどん、やっぱりねご飯好きなんで天丼セットでね食べたんですけど、エビ大きくて、でうどん結構ねコシがあるというよりはもっちりしたようなねおうどんでした。美味しかったです。相方の方のね鍋焼きうどんはね結構出汁がね強く効いてて優しかったんですよ。でひもかわ結構ね不揃いな麺がねあって、やっぱもっちりしてたかな。すごいね美味しかったです。それでね50号沿いなんですけども、すごい人気店なので、ちょっとねお昼ね来るとまったりしちゃうかもしれないので、お時間をずらすことをお勧めします。それではごちそうさまでした。バイバー。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のサダエモンさん、優しい鍋焼きうどんとひもかわのもちもち食感、大きいエビが入った上天丼とうどんのセットは1000円ちょっととコスパ最高、とても美味しかったです。本日はごちそうさまでした。